よろしくお願いします。今日は、兵庫県芦屋市の栗林真由子さんを公開手相鑑定しようというふうな企画です。栗林さんのログインをお待ち申し上げております。見にいらしてくれてありがとうございます。すごい嬉しい。さあ、栗林さんの手相画像の支度をします。パソコンで手相画像を見ています。見えるかな。あ、え、これは違うな。栗林さんから LINE が来ないぞ。大丈夫かな。見えるかな。これをこうして、これくらいかな。ちょっとこれだと大きすぎるな。栗林さんがいらっしゃらない。大丈夫かな。よっ、連絡してみよう。いらっしゃった。あ、いらっしゃった。よかった。遅くなりました。こんにちは。あ、よかった。いらっしゃった。すいません、お待たせしました。はい、大丈夫です。タイムラインをつけておこう。今が。2時5分。いらっしゃる。はい、さあ皆さん、あの、見に来てくださってる方が続々といらっしゃっています。ありがとうございます。おーい、はい、今日ですね、西条幸恵の画像の下にいらっしゃる、お姉さんが、栗林真由子さんこと栗真由さん、ネイリストの方でいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの公開手相鑑定のあの乗っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうしたらですね、早速なんですけれども、あ、ちなみに、栗林さんはですね、兵庫県芦屋で、ネイルサロンをされてらっしゃいます。で、普通のなんかネイルじゃなくもそうなんだけども、ジュネリストさんでいらっしゃる。はい、ネイルチップです、いわゆる。でも繰り返し使えるちょっと特殊な接着剤と、うん、
特殊な機能を持ったチップのネイルチップを取り扱ってます。はい、はい、ということで、あの関西兵庫県芦屋市に、はいはい、あのネイル頼もうかなって思われる方は栗前さんがもう検討なさってねくらいの勢いであのプロモーションもできたらいいかなと思っております。ということで、はい、あの事前にですね、車屋さんには手相鑑定のために手相の画像を送ってきていただいてます。はい。で、あ、お、車屋さんが止まっている。大丈夫かな？うん、あ、止まった。あ、動いた、よかった。はい。手相画像、あの、いただいてます。はい、あと、生年月日も頂戴しています。私自身はですね、あの、手相専門なんですけども、あの、生年月日でですね、あの、なってたいの？あの、気学って言って、その人の、まあ、社会運勢みたいなものも総合的に見ることをさせていただいてます。で、まあ、あの、基本的には手相公開鑑定なので、今日、あの、ここに手相を書きながらですね、こうなってるからこうやでみたいな話をしていけたらいいかなと思っております。皆さん、はい、まあ、大体ざっくり3時までね、あのさせていただくつもりでおります。あのよろしければお付き合いお願いします。お願いします。はい、じゃあですね、今日はあの栗前さん、こういうこと占い師に聞きたいぞみたいなのあったりします？なんか私結構遅咲きのネイリストじゃないですけど、あの、子供2人目出産してからのネイリスト、うん、まあ、もともとハンドメイドとかが好きやったっていうのもありつつのネイリストなんですけど、うん、まあ一応自分では結構こう楽しい自分の趣味が仕事になったとは思ってるんですけど、果たしてそれ、まあその道に行くべくしていくだったのかっていうような話とか、まあ、そもそも私ってどんな人っていうのとかをちょっとこう、丸裸に、うん、丸裸に公開丸裸の、うん、私という人、うん、はい、了解です。続々と1977年4月25日生まれの、43歳でいらっしゃる。はい、はい、ありがとうございます。あの私の手相占いはあの運命線で年齢読んでいくので、今がいくつなのかっていうのはちょっと重要視します。うーん、なのであのすいません、年齢連呼しますけれども、あのご了承ください。大丈夫です。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、あのもし聞き取りにくいとか、あの今の意味わからんとかあったら、いつでも、うん、あの止めて、あの質問重ねてください。はい、あの聞きたいことがね、聞けないのって面白くないと思うので、うん、その辺はあの全然何厚かましいとか怒るんちゃうかとか心配なさらずにどんどん突っ込んでください。はい、それではですね、占いスタートします。よろしくお願いします。皆さん、見ている皆さんもよろしくお願いします。あ、マリさんも見に来てくれている、嬉しい。ですね、そうやな、どこから見ていこうかなと、こっちでこういう風にして、こういう風にして、今こんな感じで手相の画像を見ながら喋っていきます。はい。まず栗前さんの手のひら、うん、手相っていうのはですね、あのもう非常にあのネイリストですとか、物を作るのがあの元々好きだったんですよみたいな自己紹介したら、あ、ですよねみたいな感じ の手相してはるんです。あの手の形もさること も手の形もマジそうなの。あの基本的に形も関係あるんですね。ああのなんていう手の形？うん、もちろんその手のフォルムっていうんですかね、うん、もうもちろんそうやって、その手の姿でそのこの人こういう人やなみたいなんとかも、なんていうの、その人の役割、社会的な役割みたいなものが見れたりするんですよ。で、基本的にその細工師なんです。細工師、うんうん、細工師、あの細工をする人ですね。うん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 、細かい、うん、だからあのなんていうの、ネイリストになってなくても、例えばやけど子供のお弁当とかちょっと凝ったりとか、うんうん、なんかなんていうの、自分のあの服につけるワン、うん、なんていうワッペンとか、うんうん、まあ、そんなにあの裁縫が好きとか料理が好きとかっていうのに、カテゴライズはもちろんその人のそれぞれなんで違うとは思うんですけども、うんうん、そういうなんていうの、細かいものにこだわって、
あの自分が気に入った形に仕上げるっていう風なことをするのが好きな人の形してるの。あの細かいものをね、端から端までちま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 やっていける人ってこの手の形してるんですよ。結構ちまちま好きですね。なんか私実は分かるかな、 私これ前さんどっちかってゴツゴツしてるの分かります？あ、ちょっと意外としっかりした手して、そうぷっくりしてて、こう、うん、指が太くて節くれだってちょっとこう男性的というか、こういう人っていうのはそういうね、端から端までレースを書き込むとかって無理なんですよ。そうなんです、言うてること分かります？うん、あの、あんまうまいのに。そう、少女の時にさ、お絵描きってするじゃないですか、女の子って、うんうんうん、で、こういう、私あの初めてできた親友がこういう手のひらのこうやって、すっごい細かいこうやって、うん、その子はね、お姫様のスカートの端から端までフリルをきれいにこう書き込みよるわけですよ。でも私の初めの3つがピッピッピッって、あとでへーへーへーってこうやってられへんねん、最後まで。確かに、うん、端までやらな気すまへん。そう、クリマさん多分そういう細かい作業を言ったら、うん、指ネイリストなんてそうですよね。1個作ったとこ私満足なんですけど、こういうゴツゴツしてる人って、あの最後までなんかきちっとやることがなんていうの、喜びみたいな人だと思うの。そうですね、うん、なんかで何個でもできるし、あすごいわ。もうごめん答え言うで、あの趣味が仕事になってその道行くべきか行ってよかったの、もう向いてる。よかった、どう出ました。もう向いてんねん、あのそういうで、その別にそのネイリスト、絶対ネイリストじゃないといけないってことはないんやけども、うんうん、そういうなんて言ったらいいんやろな、あの細かいことをたくさん始めから最後までやりきるみたいな、うん、そういうことをする人間の形なさってますわ。ですか、うん、だからあのなんていうの、他の人、まあ、そういう世の中の大雑把な人が気にならない部分が気になったりとかっていうのももちろんなさると思うので、うん、はい、えそこ手抜くみたいなところで、な例えばイラッとしたりとか、うんうんうん、そのえなんでここなんていうの、そのほらお姫様のフリルの絵でもさ、けちゃん1,2,3って書いてあとへにゃ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 みたいなんてさ、もっとちゃんと書けばいいのにって苛立ちみたいなのは、あのそのなんていうの、自分にある部品で他人にない部品だったりすることもあるので、うん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 、そこの美学を分かってもらえないっていうジレンマっていうのは、うんうん、どうしてもあるし、それは例えばお嬢さんいらっしゃるよね、うんうんうん、あの娘が違うかったらそこは喧嘩になるっていうか、ない気分悪い女やなみたいな感じで、あーなるほど、そうかも。でも、うん、多分今のところ娘の方がより細かいこと好きやから、私よりさらに輪をかけて細かい。ほんなお嬢さんもこの手の形ちゃうかな、シュッとしてはるやん、うん、見てると思う、うん、でこゴツゴツ娘さんゴツゴツしてないんちゃうかな、うん、めっちゃ細細の手そっくりやな。そういうで、利き手右でいらっしゃる？うん、右手で、右利き、はいはい、両手見んねんけども、うん、あのやっぱ利き手の方がその人のなんて言ったら人生を作り上げてってどうやみたいな後天性だったり能動性を見るんですよ、うん、で栗前さんこれ、まあ、多分あの自分で見ても分からはると思うんやけども、はい、栗山さんね、あ、ごめん話飛ぶけども、あのごめん、話ちょっと先飛ぶけど、知能線優位の人です。これ知能線って言うんですよ。左手の、右手のここからビヨーって出てるこの線が知能線って言うんですけど、うん、栗山さんの手相の主人公はこいつ、はい、でそいつのペアとしてこういうか、うん、次感情線っていうのを書くんですけど、ここからこうなってこいつが感情線なんだけど、うんうんうん、ここ二人があなたのうんと主軸となるパーツやって、うん、こいつなんかあのネイルか描いたりするというか、分かる、この人の手相を写すときここから描かない成り立ったへんの、分かりますかね。確かにそうかも。こいつのなんか主軸なの、あなたは知能線と感情線が主軸の人だから、うんうん、体がどんなにだから、知能線と感情線主体の人なの。しかも後天性ので、それはどういう意味を持つかっていうと、この人は、うん、生きて15歳よりも以上に、見たり感じたり好きやわって思ったことがこの人の人生を切り開く鍵になってて、うん、どういう人に、あんまちっちゃい時というよりかは
そうですね、春季終わってからぐらい。そう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 、あの、まあ後で運命線読ませてもらうんで、あの、うん、なんていうの、その人生の中間、価値観の中間みたいなのも後で拝見するんやけども、うん、栗山さんの場合はあの親からもらった価値観とか親からもらった美学というよりかは、あの聞き手の方の知能性と感情性が濃いので、この人独自の生まれてたい自分が体験したものを柱に、うん、まあ、創作をするとか、うん、あの自分のそのブランディングだったり生きる道みたいなのを作る人なのね、うんうん、だから良くも悪くも母親とかおばさんとかおばあちゃんとかっていう自分の、自分が生まれた実家の方のなんて言ったんやろな、生き方、女の生き方、うん、っていうのを良くも悪くも参考にできないのよそうなんや、なんかお母さんがこうだったからこういう風にしてうまくいってるっていう人っていてるんやけども、うん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 、もちろん時代によってそのリニューアルしていくんだけども、うんうん、栗前さんの場合ってそのお母さんがこうだったから自分もこうしてるだから安心っていう思考回路ないと思うねん。うーん、確かにそんなにあんま感じたこと考えたことないかも。お母さんがやってるからとかでも、うん、参考にしたことがないって変やけど、私は私みたいなところがあるかも。うん、私実はそっち側じゃなくて、あのお母さん側の人間やって、うん、なんかお母さんがダンス習ってたから自分もダンス習って、お母さんが盆踊り好きだから自分も着物着れるようになって踊りに行ってとか、うんうんうん、お母さんがご飯作ってるから自分もご飯作ってとかって、結構お母さんは子供3人だから自分も3人産んでみたいな、うーん、かなり母親の人生をトレースしてる側の娘なのよ私。おー、そうじゃない人って全然そういう人の人生ピンとこないと思うんだけども、うんうんうん、あの栗村さんの場合かなりオリジナルであるっていうこと、うん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 、自分個人がいいなって思うことっていうのをすごく信じた方が、うん、うまいこといくって言ったらいいかな。うーん、なるほど。平たく言うと自分の感性信じろよみたいなあのよしよく言うとそうやし、悪く言うと孤独よね。あ、なるほどね、うん、お母さんとおばあちゃんこれでうまいこと言ったから、うん、おばさんがそうだったから自分もこうで、それで安心するっていう風な感じじゃないと思うの、うん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 、それはこうポーンと放り出されてさ、でなんかよるべないやんかそれって、うん、でもそれ、うん、だからもしかしたらその旦那様のお母さんとか、うん、自分が例えばそのインターネットで見た素敵な女性とか、うん、そういう風なものになんて言ったらいいの、感化されたりとかいいなって思ってついていくっていう、うん、そういうこうなんていうの、あのほら卵から生まれる鳥ってさ、初めに見た人のこと親だと思うみたいなのあるやん、うんうんうん、でこうある意味自由なのよね、こうあの私の親こいつにするわみたいなさへー、でその時にいらんなんて言ったらいいの、こだわりとかいらん義っていらんと思うの、うん、いつからいつまではこの人のことすごく尊敬してて考え方めっちゃ吸収したけど、うん、これからの私にこの考え方もいらへんかもしれへんっていう、あのロケットが大気圏をこう突破するときに重りドパンって外すやん、ある程度地球の重力に耐えるためにこの重りつけてたけど、うん、これからいらんから取るわみたいな、そういう、うんうんうん、ロケット的な薄情さっていうのはそうか、うん、あのだから良くも悪くもそういう義とかさ、うん、仁義とかさ、うんうん、薄情さとかさ、うん、うん、さっぱりしてる、後腐れない、前付き合った人のこともごみみたいな、うん、あ付き合ってたことあるよみたいなでももういいねみたいなめっちゃわかるわそれあ、わかる、そこをなんやろな、あのなんていうの、私なんか薄情なんかなとかさ、なんか恩なんていうの、恩をあだで返すというかさ、ずっと覚えててさ、なんか誰々先生に助けてもらったからもうずっと私が支えるんですみたいなさ、うん、考え方ってさ日本人好きやんか、うん、でもそういうのがフィットする器っていうか形の人じゃないのよね。うーん、言うてること分かりますかね。分かる分かる、うん、だからそこにあなんかみんななんか何やろな、産んでくれたお母さんの考え方とか超大事にしてんのに、うん、私なんかお母さんの考え方あんまり聞いたこともないし参考にしたいともちっとも思えへんみたいな、なんか前誰々先生のこと超信頼してたけど今正直どうでもいいとかさ、うん、いやもうそれでナチュラルなの。うーん、なるほど、こうなんか
私の中で感覚的にこう卒業していくみたいな感覚があって、すごくこう慕ってた人たちとか、こうすごくこう教えを請ってたし、請ってた人たちとか、サポートしてもらった人、支援してもらった人に対しての感謝が別になくなったわけじゃなくって、ありがとうっていう気持ちを持ったまま、次の道というか次の扉を開けるじゃないけど、なんかそんな感覚は振り返ってみたらあるかもしれない。そこに罪悪感を持ってると本当に進めなくなる人やから、今自分がどういう考え方、どういう倫理観を採用してて、今の自分がどういうものをかっこいいと思うのかっていうのを、なんて言ったらいいの、軽く見ないようにするっていう、今の栗村さんがいいと思うものが今の栗村さん人生にとって必要な美学なのね。確かに、だからそこの何やろな、なんかいらん雑音どうしても入ってくるじゃないですか、ノイズが。日本人やから、特に日本人の集合意識ってそういうなんか義を持って今まで育ててくれた人のことをなんか大事にせえみたいなさ、そういう、何ストーリー好きやからさ、無意識的に引っ張られやすいんですよ、集合無意識があるので。そこの軽やかさっていうのはきっと栗前さんのことを助けてくれるし、それを忘れると多分クリエイターとして錆びれると思う。へえ、そうなんや。はい、はい。ほんで、知能線と感情線優位の人なんで、これが感情線でこれが知能線なんですけども、そいつが主人公なん、なんとなく分かりません、その手のひら見てて。まあ濃いっちゃ濃いかな、濃い、そう、濃さっていうのがやっぱり重要なんですよ。やっぱその人の生命エネルギーがどこに集中してるのかっていうのを見るので、で、聞き手の感情線と聞き手ではない方の感情線の、入射角っていうんですかね、角度が全然違うんですね、この人。聞き手である右手の手相のこう、ここのこの角度ですね、が聞き手の方がずっと角度が強いので、角度が強い人っていうのは、沸点がめっちゃ低いの、すぐに「わー好き超すごいじゃん!」ってなるのよ。そうね、わかる、惚れっぽい。スタートダッシュめっちゃ早いと思う。そうなんかな、なんか やりたいと思ったらすぐ行っちゃうね。そうで、それは、先ほども申し上げたように、その親からもらった素質というか自分で作り上げていってるものなので、そのスタートダッシュ的な脚力っていうのは完全にコントロールできると思う、自分で培ってるものなんで。だから制御不能とか、なんかもう本当のコントロールで、ほんまなんかエネルギー吸い取られてしんどい、自分のこう劇場に振り回されてしんどいみたいなものはきっとコントロール可能です。なるほど。そういうなんか、なんで私ってこんななんかわーわー言うてしんどいんやろみたいな悩みを持つ時期があんねんやったら、それは大丈夫よっていう風に言いたい。全然多分向き合おうとしたら簡単に手なずけることができると思う。へえ、そうなんや。なんかでも感覚的にはこうやりたいとかわって思うのはいいんだけど、思ってることに対してなんかチッチとして進まんなみたいな感覚はあるみたいな、ただまあ周りの人から見たら割ともうめっちゃアクティブって言われるんやけど、私の中ではそんなにこう思ってるほど動けてないみたいな感覚は。それな、それな、知能線と感情線と比べてこの人の弱点は生命線が弱いことなんですよ。生命線っていうのはこれですね。これでこっちも今から書くんですけど、分かるかな、栗前さんの場合、ここが激烈に濃くて、あとは破線って言って、まあ、細い線でピーって描かれる、ひょろひょろしてるね。そうで、先ほども申し上げた通り、濃さっていうのはやっぱその人のエネルギーの強さなので、この人めっちゃ生命って言ったらボディのエネルギーが弱いんですよ。だからめっちゃヘッドタイプなの。何タイプ？ヘッドタイプ、頭で考えて、で体ついてけえへんみたいな。だからなんていうの、寝てなくってお腹ペコペコでもすっごいテンション上がるないの、お話聞いたりとか動画見たりとか、音楽とかもめっちゃこのネイルすごいやんみたいなんなったら、なんか元気爆上がりするんですよこの人。けど
それにあの肉体がついてけえへんっていうジレンマがあると思う。うんうんうん、そう、なんか寝ないとというか、睡眠時間とか削って やりたい気持ちはあって、つい削ってしまったらその後めっちゃ体力回復に時間かかるしばらく死亡してしまうから、そこは抑え気味にいかんと、まあ、なんか続かない、継続できない。そう、もう本当おっしゃる通りで、うん、この人がこの肉体で生まれて、うん、なんていうの、一生をちゃんと全うしたかったら、自分が人間の肉体に入って生きてるってことを忘れないっていう確かに体への感謝忘れてはいかんっていつも思う。なんか水分取ったやんって、おしっこ出るんやんか、うん、みたいなさ朝起きたやん、夜さ眠いやろっていう人間やって忘れたらあかんよっていうなんかすっごいこう、あの知能性と感情性、しかも感情性の感覚がすごく強いから、ハートの回転がすごく早いのね。うーん、あ、めっちゃあれもできる、これもできる、これもやりたいんやけど、うん、わーってなるのよ、うんうんうん、でそれに肉体が、いやもうあの10年過ぎてるんで寝たいんですけどみたいな感じそうなの、日付は超えられないの、いつもはい、なんかもうお眠みたいな。そんなわかるんや、すごいな。ちょっとこうウルトラマン的なあれですよね、ボディですよね。自分のそうやる気めっちゃあるし、戦う気も倒す気もめっちゃあんねん、スペシウム光線もバレ出せんねんけども、3分経ったらもう寝ちゃうみたいなあ、やばい寝てしまうみたいな確かに、うん、そうです、そうです。手相のタイプの人っていうのは、あの自分の気が早いばっかりに、あの、うん、なんていうの、肉体のスピードを待ってあげられなくって、うんうん、自分のその肉体を使い潰してしまうっていう悪い癖が出やすいんですよ。うん、だからあのそこはあのやっぱり、まあ、第一にはやっぱりあの体を温めて寝かすっていう積極的な、うんうん、あの関わり方が必要だったりします。あ、私人間の肉体に入ってんやったみたいなことを忘れないっていうか、そうですね、それはもう何回も失敗はするけども、失敗するたびに、ね、あのごめんって休みますみたいな。で肝臓と腎臓が弱りやすいみたいなんで、うんうん、あのそういうこう毒素を解毒するタイプの臓器に負担をかけやすいみたいなんですよ、ボディのタイプが、うんうん、なので、まあ、お酒飲まはったり辛いもの食べて いわゆる刺激物だったりあの、うん、塩分だったりっていう、うんうん、その人間のろ過機能を酷使する食べ物はちょっと気をつけた方がいい。うん、うん、はい、長持ちさせる気があるならば、うんうんうん、で、見ていただいたら分かるかもしれないんですけども、あ、こっち見ていただいたら分かるかな、あのこっち言ったら左手、利き手ではない方の生命線と、うん、利き手の方の生命線だと、うん、最後まで、あ、こっちが初めでこっちが最後になるんですけど、うん、最後まで濃くなってるのは利き手なの分かります、うん、分かるかな、うん、これはね、あの利き手じゃない方はね、ここだけ濃いの、あとは細いのよ、うん、でこっちは最初から最後まで同じ濃さなの、うんうん、それはこの人があの生まれて、生きてみるときにあの短期血栓で初め肉体を持たせるつもりで生まれてきたけど、生きてみてやっぱ楽しいから長持ちするようにシフトチェンジしてるっていう解釈ができるのよ、うん、これいくつやのな、ちょっとこの生命線の濃いところを読んでいくんですけども、うん、見えるかな、はい、見える見える、21、22、23くらいから濃くなり始めて、うん、23歳ね、23くらいがこの人の、うん、と本来持ってる体のエネルギーは高くなるっていうこと、うーん、で21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、36で一旦途切れるの、うん、生命線、うんうんうん、から
一旦23から36で、うん、車屋さんが想定してた自分の肉体マックス働けるのここまでっていう区切りやったみたいなんですよ。36か、うん、だから今43なんで、43-36やからざっくり、7年前かな、くらいで、あの、うん、初めに想定してた体力の玉は終わりやったんですよ。終わりやったって言ったらちょっとなんか絶望的な言い方、そこからは省エネモードでいける予定やってけど、だからなんやろな、うん、うがった言い方するけどさ、あのもしかしたら、うん、生まれてなんかもうわーっと生きて早く死にたいみたいな思想を持ってたのかもしれないけども、うーん、生きてみたら楽しかったから、やっぱもうちょっとこの星おるわみたいな考え方になってるみたいで、あの聞き手の方の生命線がえらい長い長持ちするのよ、うんうんうん、から後天的に自分の肉体の寿命を伸ばしてるのよ、っていうのを今から読みます、はい、いくつまでなんて話、うんうん、ま、寿命は正直詳しくいくつで死にますとか分かれへんねんけども、うん、言われへんねんけどもタブーなんで、うん、でもそのカクンとくるときよねっていうのは読めるのね、見えるかな、うん、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、33、35、36、36歳めっちゃ過元期やってん、何やろ36歳、あの36歳が元で縦線がギャーン出てるのよ、ここここ、うんうん、この人の人生の1個目の大きい過元期は36です。36だから 8年前ってこと、うん、7年前、4たす3が7年前です。今が43であるなら、うん、うん、でも7年前に私ここのネイルを自宅で始めたかも。あ、開業の年だ、うん、あ、ほんなら答えもやっぱり、あのその趣味が仕事になってるのはめちゃくちゃいい。36に始めてるのがこのネイルの仕事なんやったらもうめちゃくちゃいい、うん、あのもう何、神様に応援されてるわそれ。あ、そうなんや、うん、もうマユこれをやりなさいみたいな感じそっか、それが運命線になってもモテるから、それがあなたのライフスタイルになるのよ。うーん、でそれはその知らずに自分でその、うん、なんていうのやってるやん、うん、でもこの人はそのそれで多分寿命伸ばしてんねん確かに社会的にも肉体的にも、うん、その時にちょっと考えたんだよね、その外に働きに出るか、下の子はちょっと幼稚園年中さんになったからだいぶこう先が見えてきたから、自分が外に出るのか、いや今のあの緩い感じの自分で働く時間とかを調整できる感じの働くスタイルにするのかっていうのを選択肢として考えたタイミングで、で何個かこう面接とかにも行ったけど、やっぱりあの長時間労働で土日もあの家族との時間があの分かれて働くスタイルは私持たへんなってなんとなく思ったから、やめて自分でやろうって思った年やったと思う。それすっごい英断やったんちゃうかななんかな、今聞いたらでもそう一致するよね、そこが、うん、手相で見たらその年からあの生命線からの開運線が運命線になってるっていうあの記号になんねんけども、見たらボディから出てるエネルギーがその人の運命を作り上げてしまったっていう感じなのね。だからその、うんうん、その選択がその人の運命の流れに作用するぐらいのいい決断をしたし、うんうん、そこからこの人のもともと用意してた体力、体のエネルギーは先、うん、なんていうの、先延ばし、伸びしろがガバッて増えるような選択やったんですよ、うん、命大事に切り替えたみたいな地球人いっぱいやろうみたいな、うん、そうそう、地球人としてあの精神的にも肉体的にも自分を生かす方向の決断をしたってことになるんだと思う、うん、よかったか、うん、その決断はやっぱり大正解だったんじゃないかな。うーん、確かにそうだね。すごい、めっちゃすごい、こんなことまで見えるって。なあ、
あとでまあこの運命線についても見ますね。はい、で、今はまだごめん生命線の話をしてんねんけども、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、51、51にもう一回36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、46と53大回運聞きます。はい。46歳と51歳に開運期が来るんやけども、うん、51が激烈にでかい。51が大きい今から、うん、で、40私46って言ったよね、うん、46歳はそれの、なんていうの、前振りみたいなのが来る。だから46に、ま、例えばやけども、うん、なんかその、例えばそういうな、あなたのプライベートブランドをうちのメーカーで出しませんかみたいな話が来るやんか、うんうんうん、で5年ぐらいやって51で爆発的に当たるみたいなそうか、つながってます、この46と51は。へえ。なので46の時に、46の時はね、さっきほら3つ言ってるやんか、36と46と51、うんうん、なんでこの大きさで言うと36が一番でかいんですよ。うんうんうん、で、まあ、この、うん、と手相で言うと、うん、あこっちで見た方がいいかな、これとこれとこれやねんけど、縦線が3つとも生命線が出てるの分かるでしょ、うんうん、生命線か縦線が出てるっていうのはその人の生命エネルギーからエネルギーがバンって噴出するっていうことを解釈として読むんですね、うんうん、で手のひら見ていただいても大中小みたいな感じだと思うんですよ、うん、こう線がピョって出てるやつ。そうそうそう、うんうん、で、この51と46の、根っこの部分のキーンっていうんですかね、うん、の脈がつながってるんで、おそらくその出どころが一緒だから46でなんか私なんかにそんなんできんのかなって仕事が来ても、うん、5年かけて達成させると考えて受けるぐらいの、うん、なるほど。今年1年でやり遂げるって言われたら無理かもしれへんから断るっていう風な考え方、46するかもしれへんけども、うんうん、そういや占い師が51に大爆発、なんか爆発的に売れるって言ってたっていうのを思い出した。5年かけたらなんとかなるかもしれへんっていう風な考え方で仕事を受けれるやん。うんうん、確かに、うん、それぐらいの話が来る。そうなんや。5年やったら大体のことできるよ。5年頑張れたらもうそれだけでも、ね、結構。そうよ、5年あったら私情報ぶれかな、うっちゃんなんちゃんの売りなれ部の南原さんと杉本彩がプロの1級レベル取るからね、5年ぐらいで。すごいんやから、5年って、うん、情報弱かったらごめん私はダンス大好き、売りなり社交ダンス部大好きやったから知ってる、見てた、うん、素人やって死ぬほど上手くなるのよ、あの2人、うんうん、めちゃめちゃ世界行って準優勝ぐらいまで行くねん。うんうんうん、もう5年じゃないね、ほんと8年くらいやんねんけど、うんうん、でも、まあ、もうめちゃくちゃレベル上がんねやんか、5年ちゃんとやりゃ。それで46に来るから、うん、そこは生命線の話なんですいません、人生全般なんですけど、仕事だけ限られた話じゃないんですけど、うんうんうん、そこはちょっと大きな心で受け止めた方がいいと。わかりました。はい、大きな心。生命線の話を一旦ここで切り上げて運命線の話に移っていこうと思うんですけども、うん、はい、ここまでで何か聞きたいこと聞けてないとか意味わからんかったとかってあります？うんうん、めっちゃワクワクしてるいやもうマジでその36の決断ほんまに良かったと思う。そうなんよね、結構悩んだけど、まあ、でも、うん、そっちやなっていうのはやっぱりしかなかったかな、最終的には、うんうん、よかったよ。やった。でその道でいいねん。いいねんね、それでいけんねん。ゴーゴー。で、クリマユさんは個性としては手相が薄い方の女です。何何、手相が薄い、手相が薄い方の女性という風なカテゴライズになります。ただ運命線がめちゃくちゃ長いのね。で運命線ってのはその人社会運を表すんですよ、うん、社会運、手相が薄いっていうのはね、簡単に言うと声が小さいみたいな感じ
なんか、あの、みんながおるとこで、こんにちはって言える人って、なんかめっちゃ注目集めるし、すっごいこう、力があるやん、やっぱり、単純に声がでかいって。そういう強さはあんまりないねん。ないな。うん。ないです。社会的な強さっていうの、男性的な強さっていうのがあんまりないねんけども、うん、あの、女の強さは持ってる。なんか、あの人、なんかこの地域のこと大体牛耳ってるみたいな、なんか横のつながりでブワーッと網羅するタイプの、こう大声は出せへんけども、うん、何々ちゃんのお母さんにも何々ちゃんのママにも何々ちゃんのママにもあのママは話し通せるみたいな、そういうなんかネットワーク的な強さっていうのはこの人は持ってて、で、あの、そういう地域とか、そのまあネイル業界とか、そのまあ仕事の業界とか、うん、そういう社会に根ざす力めっちゃ強いんですよ。あの、何、うん、ちょっと見くびられてるぐらいがちょうどいいっていうの。ちょっと、あの、服が好き。服大好き。うんうん、そう。幼稚園とか PTA でも服が好き。そう、そうそう、そういう風な感じがすごくいいと思う。ただ、あの、一生、あの、見てた、このね、縦のラインを運命線って呼ぶんやけども、うんうん、この、あの、ここからここまである人ってなかなかいないんですよ。え、そうなんや。はい。あの、もう中指の下のキワキワまで縦線が続いてらっしゃるんですけど、うん、あの、ご自身は自分の手のひらって一個だけなんで、こんなもんやろ思ってはると思うんですけど、うん、ここまでびっしり運命線が最後の最後まで身が詰まっている人ってなかなかいないんですよ。で、これは何を表すかって言ったら、この人も死ぬまで社会的に活躍するんです。そうなの？死ぬまで。死ぬまで。もう、おばあちゃんになっても、もうなんか何かやってるみたいな。社会的にその栗林真弥子って名前が、例えばその地域のなんたら委員会のなんか理事に入ってるとか、副理事とか。そうなんや。うん、なんかそういうこう、あの、社会的にずっとどこかに片足突っ込み続けるっていう。うん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 、あの、だからこの人逆にその何もかもを投げ出して。もう誰も私のこと知らへんところとか、もう誰にも挨拶せんでいいとこ行きたいとかって思ってたら気がどうかしてるね。そう、なんか私も老後はバリ島とかで海を見ながらぼっとしてたりねんけど。でも多分そのバリ島とかでなんかお掃除当番とか役員やってるよ。そこでね。そこでやってるよ、どうせ。なんか日本にボランティアとかやってると思うよ。そういうみたいな、うん、それは否めない。どんなみたいな、こう、うん、あの、この人が社交性とか人とのつながりとかっていうのを面倒くさいと感じるっていうのはもうちょっと精神的な病気の入り口やから、うーん、あの、休んだ方がいい、多分疲れてる。うん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 、確かにね。そもそもそういう人じゃないねん。ずっとつながり続けるってことがこの人を役立てるキーにはなるので、うん、だからそれこそ、あの、ネイル、何、そんなにそういう細工をすることによるボランティアとか、うんうんうん、あの、金儲けとかなりわいとかではないところでも自分の才能を使うとか、うん、あの、そういう社交性だったり社会に居座り続ける才覚っていうのも一つの才能なので、うーん、そこは活用なさるっていうのはすごくいいと思います。確かに、なんか何々ちゃんのママみたいなんで結構、うん、結構な数があなたの顔知ってるとかさ、うんうん、多分そういう現象が生まれてるはずなのよ、街でも。うん、なんかな、うん、あんまりこう自分の身にはこう、そう入ってこないかもしれないけど、うん、そういう、うん、それこそ服なんたらとかを向いてる、うん、はい、じゃあ運命線読んでいきます。はい、見えるかな、うん、聞き手35、34、33 33歳がスタート、33歳が人生中期のスタートやと思います。手相で言うとここね、ここがピッて分かれてるの分かります、うん、そこからずっと上がってくるんですよ。それが33歳なの、うん、で33は何か雨降って地固まる的な出来事があったと思う。見えるかな、33歳、うん、雨降って地固まる、
31と33にバンバンって入んねんけども、うん、あの道ができるのは33。横線がここにダンダンと入って、うん、31と33に入んねんけども道が出来上がるのは33歳。でその道を今も多分歩いてる。35、34、33、32、31、30、29、28、27で、その前が27かな。ここが見えるかな、うん、27。はい。で、見えるかな、はい。35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、44、45、45。35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、45、46にさせてもらおう。33から45、6が次の区切りです。27で始まった道は33で終わって、33で始まった道は45、6で終わる。今43歳のクリマーさんは、うん、あと 2,3 年で次のステージに移行することになります。何やろう、何でしょう。それって出産とか関係するのかな。あ、もちろん関係します。やとしたら28で長女を産んでて、で31で次2人目産んでて、でネイリストになったのが、あの試験的にね、うん、スクーリング終わったのが多分33歳。うん、ほんなら全てのこうタイミングでこう何かを生み出してるわけですなんかやってね、うん、で多分あのお子さんの場合は妊娠の時点で出てるタイプなのかもしれないですね。あ、なるほど、ね、出産というよりかは妊娠で出るタイプなのかも。妊娠、うん、これもじゃあ28で出産が多分27の年に、うん、そうですね、うんうんうん、だということはこの人の場合、うん、27から45、6っていうのが、まあ、おかん労働、うんうんうん、母親っていうものの道のりっていうのが45、6で終わるのかもしれないですね。うーん、母親としての役目っていうものが、確かにもうだいぶ大きくなってるから、うん、関わり方は変わるかもしれないですね。うん、今から3年後でしょう。高校生なんだよね。うん、あ、もうそんな大きなお嬢さんがいてる。そう、ごめん、なんか前も聞いたけど、ごめん、大体忘れてるんだけど。そうそうそう、3年後はだって下の子が高校に、高校受験ぐらい。あ、ほんならかなり自由に自分の時間使えるようになりますね。そう、ねえ、そうなると思う。なあ、もうあれ連絡帳にサインもせんでよくなるやん。そう。ええなあ。音読聞かんで。毎日音読聞いてるわ、まだ。その3年後でもまた音読聞いてるわ、私。まだ掛け算とか聞いてると思うわ、私なんか。はい、タイム測って、はいって言う。最後の段もう一回、みたいな。35、36、37、38、39、40、41、42、45、46、47、45、46、41、42、53、53、45、46、41、42、53、その次の区切りが53。あのさっきのとまた違う、ね、見てもらってわかるかな、あのこの右手のうん、この知能線にかぶるところでスパッと終わるのが今の道なんですよ、うんうん、そっからねぽっかり道が開くんですよ、ここ、うんうんうん、そこ、うん、運命線なくって53からファッと現れ出すの、うん、でそれが何かちょっとここだけでは結論が出せないから反対の手も見る。35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、こっち50で6000入るな。
50、40、41、42、43、44、44、45、46、47、48、49、50、51、社会的に40くらいから悩んでることは51くらいで解決するんですよ。長いな。で、うん、あの住んでるところとかライフスタイルみたいなものは大きく変わらないと思う、うん、ただ、うん、精神的になんか45、6から53までっていうのはパーンと投げ出されるような感覚っていうのがある。もしかしたら燃え尽きてるかもしれへんし、燃え尽きてる、聞き手の運命線がぽっかり空いてるけども、聞き手じゃない方の運命線はしっかりつながってるのね、うんうん、だからあの他人が見たら普通にいつも通り生活送ってるように見えんねんけども、本人は45、6から53くらいまで私何やろかなみたいな感じの、もちろん毎日ほらご飯も作ったりさ、洗濯も畳んだりとかしてるかもしれへんけども、うんうんうん、なんかこういつも通りのサロンワークはしてても、うん、なんか心がお留守っていうか、なんか自分探しの旅っていうか、こう今まで、うん、玉乗りやったのが空中ブランコになって足ブラブラするの気持ち悪いわみたいな、なんかそういう時期っていうのが53まであると思う。うーん、そういう、うん、精神的な足がブラブラするみたいな。へ、うん、でそれはちゃんと終わりが来る。53からめっちゃガシって出るんですよ、目線がまた、うんうんうん、だからあのなんやろな、もしかしたら車屋さんの中でその子育てっていうものっていうのは自分のその存在、もちろん大変なことでめんどくさいって思うこともいっぱいあるけども、自分の存在意義だったりとか、うん、あの働いてるみたいな実感みたいなものを起こしてくれる、うん、あの裏面になってたものが45、6あたりから本当に薄くなって、うん、あれ私これ忙しかったからあれやりたいと思ってたけど本当にできるなと、やりたくなくないんじゃないみたいな感じの、なるほど、うん、ようなことになるかもしれへんけども、うん、なんか自分探しみたいな、なんていうの、現象が起こり始めるかもしれへんけども、いつまで続くんやろと思うかもしれへんけど、うんうん、53には絶対見つかってて、そっからまた走り出すから。じゃ あ, あのサバティカルタイム的なのがその辺になって。そうですね。サバティカルタイムっていうの？え、うん、なんか言うらしい。最近あのボイシーで聞いてるワーママハルさんの言葉で。サバティカルタイム。グッとグってみよう。うん、グってみて。うん、それがある。でその時に あんまりその自分の無価値観とかを、うん、あの思って気に病むことは正直ない。あの必要な夏休み期間みたいな感じ。うーん、でその間に46と51が挟まるから回覧期めっちゃ来てるんですよ、うんうんうん、だから自分が思わんだけでなんていうの、めっちゃいい感じであのエネルギーが回ると思う。うん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 。で、それが、53めっちゃ大回転期来るんで社会的に、うんうんうん、53、54、55、56、58、59、60、61、62、63、64、65、66、68、69、70まで続く。53から70長ない？ 70 長いですね。次の区切りがだから、まあ2回目の青春は53から70です。おお、いいね、うん、いいね。17年も青春あるよ。ボディも持つみたいやしな、うん、まあ、そうやね、ボディ持ってくれないと70まで頑張るよね、うん、いろいろ外からの情報を取り入れて、うんうん、まあ、夜には寝る、うん、ご飯は食べる、トイレには行くみたいな、うん、人間の体はちゃんと維持しながら、うん、人間の体である自分っていうものとの折り合いをつけながら、真由子すぐには無理よ、寝寝しようねみたいな、わ、うん、かる、わかるわそういう自分をなだめつつも、あの45、6からの53の、まあ、ある意味の修行機会よね、うん、自分の存在意義だったり、あの
本当に、なんやろな、求めたい道みたいなものってなんなんやろなみたいな問いに多分ぶつかっちゃうねん、うん、それはちゃんとあの何成り物入りで解決の道が来るから、成り物入りで解決、成り物なんかもうあのどうせさこれやってどうせ思うやんあのそうあの第一次ジュネル何て言うのジュネルクラッシュじゃない、ジュネルの衝撃が1回目にあったやん、うんうん、第二の衝撃が来んねん53にあそうなんや、うん、何やろうそれがあれっすねあのそうよ繰り返すねん、そう子供が小さい時に自分何やってこうどないしょネイルサロンはこう無理やしなあ子供も大事にしたいしなって言ってジュネルやーってなったみたいな、うん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 、のがまた45、6に子供も育て終わったし大体どないしようかな思った時にこれやーってなきますわ、おーいいですね、うん、あと最後に、うん、知能線がとても短い、うん、うん、それをもともと何て言ったらいいのもうあのあ消しちゃった消しちゃったどこ行ったあ出たあよかったはい見ていただくと、うん、この真ん中の線がここまで、うん、でこっちもここまでっていう、うん、大体中指ぐらいまで濃くって、うん、あとはなんか細かい細い線でっていう風なタイプの形してあるんですけどこれは、相対、絶対的に全体的に見るととても短いタイプです、うん、でまゆさんはだからあの知能線が短いタイプの女性というふうにカテゴライズされるんですけども、うんうん、あの知能線が短いタイプの人ってあの長く考えたって無理なんですよだらだら考えても無理なものは無理みたいな、うんうんうん、分かる、うん、だからあの考えてもしょうがないことで気にやまないっていうそうもうねあの分かれへんことはもういい、 いねんあの進もうって最終思わんとなんか沼にはまる感じ、うん、ダメだ分からねえ寝ようみたいなうんうん、うん、その三段活用がいいと思います、うんうんうん、はいということでぼちぼち後半になっております。これライブ何分やってるとか分かるのかな、はい、あ57分38秒ですね。お結構もう1時間で切れるもんね、うん、いい感じで、はい、全体図、生命線、うん、運命線と見させてもらいましたけれども、うんうんうん、はい、どうでしょう、だいたい聞きたいことは聞けましたか。はい、めちゃめちゃ参考になったし、なんかこれからのまあね人生ずっと上り坂なんていうの、上り調子でもないやろうし、なんかねこれから起こってくることも必ずあるけども、その先にある第二の青春があるっていうことなんで、そうね、それがあるっていうのをこう心に留めて頑張ろう。最後にもう一個だけ、はい、クリメルさんの豊かさについて、はいはい、あの手相占いではお金 と、うん、名誉って別物なんですよ、うん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 、めっちゃ人気あんのとめっちゃ家とかお金とかお家とか持ってるのって別って考えるの、うんうん、でクリメルさんの豊かさっていうのはどこから入ってくるかっていうと、うん、基本的に名誉から入ってくる、うん、へっていうのも小指の下が財で薬指の下が徳って見るんですよ、はい、であの小指の方は細かいのがいっぱい入ってると思いませんか、うん、で薬指の下は長いのがシャッシャッって入ってるでしょ、うん、薬指の下の方が力が強いんですこの人、へえ、そうなんや、なんかで薬指の方の徳っていうのは人の役に立ってるとか人とのつながりがあるとか、うん、ちょこちょこええことをしといてそれがこう何現金化されるっていうタイプのうんうん、豊かさを持ってるので、あのやっぱりこう人との関わりとか人の役に立つみたいなテーマっていうのがこの人を、うんうん、あの仕事として成長させたりとか母親として成長させるとか、うんうん、そのプライベートですよね、人間としての成長の鍵として埋まってる人、うん、だからお金儲けたいって入り口から入るとちょっとしか儲からへんけども役に立とうっていくとすごくあの豊かになりやすいっていう風な性質を持っています。はい、役に立つ人生にしたいと思います。そうだってチャリティーのやつもやってたもんねマスクビジュー、そうチャリティーね、だからそれ本当にこう自分の手先の細工でこう自分からの人 の、 あの
ご支援というかね、はい、うん、ごめん残り2秒ありがとうございました、はい。